はいどうも、ミュージカル俳優をしながら YouTube 動画を制作している大山磯勝です。今回は、あのちゃんのスマイルあげないの振り付け解説動画を作ってみました。ですので皆さんもこちらの動画を参考にしていただいてですね、振り付けを覚えていただいて、ショート動画であったりとか TikTok などでこのあのちゃんのスマイルあげないの踊ってみたをぜひぜひ投稿してみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツスタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。まず振り付けを解説する際にですね、こう動画を見て分かりやすいようにですね、こちら私の右手がこのヘアバンドがついている方です。で、何もついてない方が左手です。ですのでこちらを参考にですね、どっちか分からないよってなった時はこちらのヘアバンドが右と覚えてやってもらえたらと思います。では最初は僕はニコッとスマイルあげないぜからやっていきましょう。では中指と薬指、そして親指をくっつけます。人差し指と小指は立てましょう。ここから僕はニコッとスマイルあげないぜですね。もう一度ちょっとペースアップしてやってみましょう。いきます。僕はニコッとスマイルあげないぜ。さあできましたでしょうか。では次に行ってみましょう。さあではここまで来ました。では続いてはこちらですね。僕は僕のママのキャラクターで、ここですね。はい、まず右手で顎下、目の横、頭、顎下に手を持っていて下げて戻す。そして次は最初のニコットと同じような形で手をつけます。そして上に狐がコンコンみたいな形で手を挙げて、その後手を握ります。ではちょっと曲に、歌に乗せていってみましょう。ではいきます。僕は僕のママのキャラクターで、そうです。では次の振り付けに行ってみましょう。さあここまで来ました。それでは次はどこまでやるかをねご紹介します。いきますね。世界をじゅわっと上げちゃうぜ、そして僕は塩を振る。ここまでです。はい、行きましょう。まず手を握っている状態から世界をじゅわっと上げちゃうぜ、そして僕は塩を振るです。はい、いかがでしょうか。ちょっとテンポアップしていきますね。いきます、いきます。世界をじゅわっと上げちゃうぜ、そして僕は塩を振る。はい、ではもう少しですね、ぜひ頑張ってください。いきましょう。僕はニコッとスマイルあげないぜ、タスクこなすお茶の子サイサイサイ。ここまでですね。はい、ではゆっくり解説していきましょう。まず手を伏せます。ここから僕はニコッと、僕はニコッと、ここは待ちましょう。僕はニコッとスマイルあげないぜですね。あげないぜ、タスクこなすお茶の子サイサイサイですね。ちょっとテンポアップしてやってみましょう。いきます。僕はニコッとスマイルあげないぜ、タスクこなすお茶の子サイサイサイ。できましたか。では次に行ってみましょう。はい、ではラストスパートです。先ほどお茶の子サイサイサイときました。そしたらやっぱ足りてない協調性だけど僕は四季を振る。これで終わりです。さあやってみましょう。ちょっとゆっくりいきますね。最初は一回手を回します。回した後手を伸ばします。そして右手と左手を重ねます。こんな感じですね。で左に振ります。その時両手をこういうふうに銃の拳銃の形にしよう。そして開いて閉じる時に手をつかみます。その後は CQ を振るパですね。ちょっと早めに行ってみましょう。はい、ではお茶の子サイサイサーからやってみましょう。でいきますね。お茶の子サイサイサーで、やっぱ足りてない協調性だけど僕は四季を振る。
はい、いかがだったでしょうか。これでもうね、皆さんできるようになったと思います。最後にゆっくり、最初から最後までやってみましょう。はい、ではですね、ここからは最初から最後までをゆっくり通していきますので、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。では中指と薬指を親指にくっつけましょう。ではいきます。僕はニコッとスマイルあげないぜ、僕は僕のままのキャラクターで世界をじゅわっとあげちゃうぜ、そこへ僕は塩を振る、僕はニコッとスマイルあげないぜ、タスクこなすお茶の子さいさいさい、やっぱ足りてない協調性だけど僕地域を振る。はい、それではですね、最後に音で一緒にやってみましょう。音は 0.75 倍速バージョンと通常倍速バージョンの2パターンでやります。まずは 0.75 倍速からやってみましょう。はい、ではですね、次は通常倍速でやっていきたいと思います。この通常倍速ができればあなたもこのスマイルあげないの振り付けマスターしたと言っても過言ではない。それでは行ってみましょう。レッツスタート。さあ、いかがでしたでしょうか。通常倍速できましたか。はい、ぜひですね、こちらの動画を参考に振り付けを覚えて、そしてですね、ショート動画であったり TikTok などでこちらのあのちゃんのスマイルあげないぞで楽しんでみてください。そしてもしよければですね、コメントで振り付け覚えましたとか、こんな感じで動画作れましたといった感じでですね、コメントいただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録もお忘れなきように。ではまたお会いしましょう。またねー。